温度がね、ちょっと冷凍していたからね、うん、冷凍していたので跳ねるかな。はい、久しぶりですわ。王将の餃子ね、というか餃子自体が久しぶりでございます。餃子は食べ飽きることがないんですけどね、万が一ですよね、こちらの焼き餃子に飽きた場合ですね、飽きないですけどね、こちらのね、揚げ餃子もね、なかなかうまいんですよこれね。うん、揚げ餃子はこれね、そのまんま揚げるだけですからね、タレもいらんのですよ、これだけで美味しいです、うん、味結構美味しくつけてますね、うん、ね、水分が入ってるからね、ちょっと油跳ねしますよ、うん、ええ音してるね。餃子もね、さすがにちょっと値上がりしてますからね。ああ。これは致し方ない。揚げ餃子の方はね、もうこれはこの辺で出来上がりですね、うん、はい、焼き餃子の方はね、こうパチパチいってきましたからね、はい、ね、だいぶ水分がなくなってきました、うん、今日はちょっとね、両面焼きにしようかな、そう、うん、これは片方ね焼くとちょうどいいんですよ。だけどね、やっぱり王将は流行ってますね、うん、安定してるからね、まあ価格帯もね、結構安いですからね、まあ庶民のね中華料理店ですな、うん、はい、それではね、出来上がったのでいただきたいと思います。はい、これは付属についていたね、あのタレですね。まあそうですね、このまま漬けタレでいいんですけども、まあちょっとね、ラー油を入れましょうかな。そしてこのお酢ですね。お酢ちょっと入れます。はい。じゃあね、あの焼き餃子ですよね、うん、まあうん、いつもの味ですね。美味しいですよ、もう、うん、安定した味ですね、はい、うん、ね、揚げ餃子、うん、これもなかなか捨てがたい、美味しいんですよ、これ。これはね、あの何もつけなくていいんですよ、もうこの中でね、味が凝縮されてますこれね、はい、大したもんですよ、やっぱりね、うん、バチキクーです、うまい、たまりません、やっぱりね、餃子はね、とっ
とっ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 と、はいはい、どうもどうも。もうね、いいな、餃子やっぱりうまいな。ねえ、皆さんいっぺんね、これ揚げ餃子やってみてくださいよ。うまいよ。ということで、今夜はね、王将の餃子、焼き餃子と揚げ餃子ね、どっちもバッチグーです。おいしい。ありがとうございました。